本日の佐々木秀夫チャンネルは、はい、またまた伝説的な暴走族の一つと言われております、はい、神奈川県の横浜連合のもう早々期の幹部の方々と、また習志野スペクター総会長になった葉月さんに来ていただいてます。葉月さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一般視聴者の知らない方のために、はい、横浜連合のその お三方をちょっと軽く紹介いただいてください。紹介させてもらいます。横浜連合本木党2代目総会長で、横浜連合2代目総長の坂田会長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3代目本木党総会長で、横浜連合3代目の志田さんです。よろしくお願いします。そして今本木党の代表やってる先輩です。あ、そうですね。よろしくお願いします。ハリウさんです。はい、はい。お呼びする名前は、2代目の幸男さんでよろしいですね。なんか失礼ですが、幸男さん、3代目の吉男さん、4代目のハリウさん。あ、4代目じゃないですか。自分はこの2人の、はい、もう一人先輩来なきゃいけないんですけど、その人の代わりに来てるんですよ。あ、そうです。はい、その人の代わりが来てるんで、その人の連合は全部入っているんで、あ、なんこの2人の方の横浜連合をやっつけに行った三沢公園に乗り込んだその一人が今日来ないといけないんですけど、はい、来らなかったんで、はい、私が仮に来て、そこの伝説を、はい、もう 何十人っていう中に3人で入ってって、はいはい、今日から、横本木刀の下につけた、はい、それをやった方が、あ、そうなんですね。でその伝説を僕が、はい、自分が語りを言おうと思ってきた。あ、はい、そして今も本木の代表、今そう、ね、先輩に預かってカニをちょっと変わってるんですけど、結局本木党の名前は今もこう、はい、の残ってこう、はい、本木党っていうのは残って活動してるってことですよ、はい、OB、じゃあちょっとそこ、僕素人なんで、一般の視聴者も素人だと思うんです、はい、ちょっと今疑問に思ったのが、はい、横浜連合っていうのと本木党っていうの関係性、これちょっとどういうことなのか、まず説明。そうですね、私の認識だと横浜連合ってのは全24チームあるんですけど、本木が大体で、本木党、四天王、それから又原さんの何でしたっけ、直木か消火器が神奈川の方、あと横浜連合の代表的なこうチームっていう感じですよね。で、まあ、横浜連合を24チームをどうやってまとめたのかっていうのを最初聞きたいんですよね。最初はなんか結構みんな横浜同士でも仲が悪かったと聞いてるんですけども、横浜の場合は頭がみんないるでしょ、それをみんな抑えちゃう。あ、各チームのってことですか、ね、うん、神奈川の、まあ、神奈川ではピエロでかいのは、あと剣、それからあ、おっと、とかね、この3校を抑えたあれで、要するに他のチームをみんなやったわけ。あ、なるほど。強いところ、大きいところ3つ抑えちゃって、あとはもうそれでもまとめちゃう。じゃあ何ですか、横浜連合と本木党というのは、横浜連合の中に本木党があるっていう感じ、そういうことじゃないですか。要は、要するその横浜連合は、はい、要するその全部をまとめた時にできたとかね、要するに浜連作ろうか、なるほど、なるほど、そういう形になった。じゃあその全千葉総名連合的なこの集合体みたいなイメージですか。うん、まあそうですね、まあ、全千葉総名連合ってもともと CRS とキラー連合はごちゃ混ぜチームなんで、ちょっと内容は違ってくると思うんですけども、まあちょっと立体的に話を振り下げていただくと、なんと言いますかね、初代は浜連の初代っていうのは、どなたか先輩になったんだけど、
カニ扱うなって言うから要するに行って取っちゃったわけ。ああ、M 組初代になりますよ。あ、バラバラのチームで実績は初代。そうです。あ、じゃあ、じゃあもう佐々木さんと初代お同じですね。あの、ハマレドラゴンを作った佐々木さんと横浜日本最大の横浜連合を作った佐々木会長っていう感じで、幹部会っていうのをやってて道沢で、ね、あ、そうですか。ここへ行ってそうですか。2人でほんで全部まとめて、あ、その幹部会やってるところに2人で乗っこん で、ね、もう1人もう3人で乗っこんで、そこへみんなやっつけちゃってまとめた話ですよね、その時はね。それはなんかすごいですね、ドラマっぽいですね。ドラマっぽいですね。乗っ込んだってどこに、なんか喫茶店かなんかですか。他の方がバラバラで何チームか、はい、ツアーでやってるとこ、はい、じゃあもう一つにまとめちゃおうっていうことでやった。つまり、いろんな人間が出てきたけど。それはもう喧嘩でですか、それも話し合いで。話し合いでしたね。はい、そうですか。佐々木さん、はい、今回あの横浜の方なんですが、はい、横浜連合、はい、佐々木さんの代でドラゴンの方が、はい、横浜連合の方となんか、集会とかでぶつかったり、そういうのってあったんですか。はい、いやだから実質自分暴走族そんなに詳しくないから、はい、と一緒に走ってたのが浜連なのか川崎連合なのか、だからどこの暴走族か分かんない。とにかく横浜行くといっぱいいるんですよ。ぶつかったっていうよりも、あの初めてこう横浜連合こう横浜行って二十何台車で行って襲撃したのが多分横浜の方ですよ。そうか、襲撃しに行って、それで俺のお前の女房があの単車を募集されてそれで あの時はまだひろみちゃんダメ出してまずいから、知らなかったけど、こうなんだろう、あの日は襲撃しに行ったんじゃなくて一緒に走ってたんですよ。横浜ドラゴン、本当5台ぐらいで、その本当3、400台の中で走ってたら、4台か5台ぐらいで走ってるんだけど、やっぱ台数多いから、なかなか一緒に はぐれたりするじゃないですか。じゃあ前行ったら、なんか、金が止まってたから、どうしたのって言ったら、やられちゃったって言うんですよ。あ、そうですか。その普通に走ったら蹴飛ばされ、単車倒れて、2、3人に殴られたって言うんですよ。そしたらもうその集団が向こう行くじゃないですか。じゃあみんなちょっと道具用意して今から追っかけんべってなった時に、ホトカヤバイパスのちょうどそこからまた U ターンして戻ってきたんですよ。ああ、なるほどなるほど。じゃあみんな道具後ろに隠せって俺が言った。あ、はいはい、俺ら4人か5人ぐらいで、で道路の真ん中で走り下がるわけよ。で先頭のバイクは最初ニヤニヤして止まるのよ。ドラドラってみんながこう、はいはい、全部止まったわけよ。そして俺がやれプスってみんなやり始めたら、もうタムシャが正気が落ちた。みんな走って逃げたわけだ。もう5、60で100台のタムシャ全部置きっぱにして、それでドラゴンを募集したってこと。そうです。ほんで倒れたことによってタンクがガソリンが漏れて引火してそこでダーンってバイク1台燃えたのよ。あ、はいはい、それをだからあの自分の元あの女房がどこで聞きつけたかわからないけど、私のバイク返してください。嫌な連れてきて自分ら全然関係ないんで、自分らの後輩の他者だけ返してください。あ、そうですか。そうです、そうです。あれは襲撃しに行ったわけじゃない。本当最初なんかあの仲良く走ってたからね。あ、そうですか。はい。でもあの横浜は僕らあのドラゴンと一緒に藤岡君たちの代にあの、はい、最後に大きい花火を上げようってことで、はい、400台ぐらいで集会やったんですけど。はい。あ、大井まで横浜ドラゴン向かって、横浜ドラゴンは佐藤君が。そうそうそう、当時はね作った。そうです、そうです、そうです、ね、だから作った当時はよくこうそれを境にね、よく横浜連合と揉めるようになって、だから喧嘩のたんびにこっちから車で20台以上で向こう行って、あ、でなるほどなるほど、それこそ本当浜連合か川崎連合わからないけど、大勢が走ってるところをだいたいこう調べてたから、こう行って前こう先回り先回りして、一晩中に3、4回も襲ったことありますよ。でそれから大体そうですね、3ヶ月ぐらい後になんかもうみんな仲良くなっちゃったって。じゃあこう東京のチームって走るとみんな10台ぐらいで少ないから、一回浜連連れてこいっつって1号線からほんと300台ぐらい西葛西駅通って葛西駅通ってそのまま湾岸で帰ったんだから。あ、そうですか。あれはちょっと
好感だったね。さすが横浜ですね。東京になかなかそういう台数なかったから。そうですよね。はい。あとはだから横浜のこの横浜連合の人間と自分は直に付き合いないから。あ、そうですか。向こうで例えばこうここヤクザと喧嘩になったりとかみんなでこうやっぱこれまでみんなこう助っ人に行くわけじゃないけど。ああ、なるほど。途中からなんだ俺がもう横浜が入っちゃって。出てきた時には俺が横浜のあの刑務所から出て入り口どこだったかな高速の新山下じゃなくてもっと前の高速入り口だったから広辺りですね。そうですね。ほんでちょうど迎えに来てるけどあれで人間も 3,40 台車あの横浜刑務所の横付けしてたんですよ。で本当は早朝出所じゃないけど日本船が来て、あちょお前あんまいっぱい迎えに来たんぞってまあ、飯食べるって言ったら食べないそれ出てくれって言われて、ああなるほど。ほんですぐ出されて、なんだ横浜ドラゴンの連中いないなと思ったら高速入り口入った瞬間ずらーって200人くらい並んでるんですよ。その高速のインターで、でそのままみんな車でこう西葛西来て、その日のうち本当は方面やるつもりなかったけど、せっかくじゃあみんな来たんでって方面やるかって言ったら、あちこちのレストランでみんなずっと夜になるまで待機して。なるほど。あそうですか。はい。ところでちょっと話を変えさせていただくと、2代目の本木と横浜連合の頃はまだ神奈川レーシング連盟だったんですかね。いや、両方。え2つ入った。2つみんな作ったわけ。2つで、はい、うん、神奈川レーシング連盟、うん、それとあと浜田。あ、じゃあ元々は一緒だったんですか。もっとは早く言うと、みんな金儲けてみんなやってたんですよ。あ、そうなんですね。要は何でもいいってやつ。あ、そうなんですね。要はもう一つにまとめて、あとみんなに。あ、そうなんですか。それが本当の話。あ、そうなんですね。ハマレンスってのを、みんな自分とこのステッカー、今、どうぞどうぞ。あ、そうですか。多分、あのドラゴンの中で、初めてステッカーを作ったのは多分浜あの横浜ドラゴンですね。多分その横浜連合からそういうのを学んだんじゃないですかね。だからあの後はまだあんまり景気が良くないからそういうことばっかりやってた。そうか。だいたい浜連合は何台ぐらいで走ってたんですか。ほんとね、台数、台数は江ノ島船長ですよね。最初の頃は山下公園、山下公園から南部市場から山下公園ずーっと並んじゃった並んじゃったっすよね、全部。それはあの昭和53年の道路改正、そうそうそう、交通法が改正される前ですか。はい。ああ、なるほど。だから南部市場からずーっと本木、それか元町、あれをずーっと並べちゃった。まだじゃあ暴走族と呼ばれる前の時代ですか。そうですね、ちょっと前、ちょっと前。もう存続だろうな。改正になってきたのが、はい、もう変わるっていうことで、まあしょっちゅうみんなそれでみんな集めてたような感じで。そうなんですね。ところであのそのハマレンの頃、僕らの頃はハマレンは1時ギャラ、2時読売ランドとかそういうやり方でやったんですけど、その頃はどういうふうにあの流れ合流でやったんですかね。山下公園ですね。山下公園、山下公園全部山下公園、全部あの4車線、今2車線ですけど、昔は4車線あの全部暴走です。はい、新山下の入り口から大桟橋、まあそれじゃあ、入りきれないぐらい。当時じゃあみんなあの大台数集まってからスタートみたいな感じ。あ、そうですか。で一番最後に先輩たちが「あ、行くぞ」って斎藤さんカーン決められて「そうですか、はい、行くぞ」。ちなみにそういう時はコースの説明とかしないといけないと思うんですけど、コースを、だから今はコースは頭がみんなでこうして、あ、幹部だけに言ってあとはみんな勝手についてくるみたいな、うん、まず二輪を前に出して交差点でみんな止めろっつって、そうなんですね、あと四輪を見ていくっていう感じ。あと横浜連合の24チームはあのできた順番っていうのはどこが古くて、いや本木島が一番古いんじゃないですか。昭和、あ、1963年に来てますから。63年、はい、63年ですね。はい、初代は北は63年か4年か、はい、昭和63年ですか。いや違います、
1993ですね、はいはい、まだ俺が生まれてないじゃないですか。自分が生まれて1歳あ、そうなんですね。だから今年で59年目だ。来年で60年。あ、そうなんです、はい、すごいですね。60年の歴史持ってるんですよ、はい、そして本国の次はどこができましたか。札をします。え、本国党の次はどこができたんですか。ピエロですか。いや、ピエロも同じぐらい、みんな音も、あ、音、うん、それにあと剣、うん、あ、そうですか、うん、だそんくらいになるともう筑地区、西区とか戸塚区、それにあと横須賀、なるほど、それにあと総集連合、あれは足立がついてきたんだよな。総集とか茅ヶ崎とかあったと思うんですけど、はい、うん、その辺は仲良かったんですか。いや、やっぱりちょっと揉めて。最初は揉めたんですか。うん、シーアレストはどうだったんですか。シーアレストは特に仲は悪かった。仲悪いです。川崎のキャッチと仲悪かった。いや、あ、ついこの8年前ぐらいに手打ち。あ、そうなんですか、はい、それまで鶴見の橋を渡っただけで刺す殺す、もうそういうのもう頻繁でした。でもやっぱキャッツのカズさんとうちの先輩たちが手打ちしていただいたんで、はい、あの子供たちとか孫たちに迷惑がかかっちゃうから、はい、そういうことをやめようということで手打ちさせていただいた。それも8年前です。8年前です。つい最近のことですか。だから30数年戦ってたんですよ。横浜ナンバーが川崎行くとやられちゃうし、川崎ナンバーが横浜入ってくるともう川崎がり、いや昔はね、いや、そうなんです、はい、やっぱ川崎がおっかないっすね。おっかないっすね、うん、嫌いだもんね。嫌い自分らセクターあったね、川崎のキャットも走ってたんですけど、川崎のキャット集合したら、あのボロボロのロケットガールがバキバキに割れた最初にしたんですよ。これどうしたんだって、頭が、あのパンチパーマなんですけど丸焦げに焦げちゃってるんですよ。どうしたんだとか言ったら老人館に火つけられましたとか頭が焦げちゃってるんですよ。いや気合い入ってますね。あの川崎のキャッツの人たちもみんな。川崎も主要体ですか。あそこは川崎連盟から CRS か CRS のキャッツの方ですね。そうなんですね。それもあの横浜連合と一緒に走ってる最中に川崎の暴走族とその横浜連合を襲われたんですよ。あ、襲われて結局横浜ドラゴンと自分ら本当5、6台で、ちょんちょん5、6台で走ってたら、たまたま襲われた時にみんな逃げて、ドラゴンの後半乗ってた単車取られちゃったんですよ。あ、そしたら金が俺に、いや、あれ単車取られたら今取り返してくれよって、お前1年で何してくんだ、イエーイプーッと2人で行って、その 川崎の暴走族なんか入って、でその若い子、この俺の単車だって決闘で倒して、ブズブズ3人刺して奪って帰ってきたのもあるし、多分木見てるかもしれないな。木じゃった、横から木じゃったですよね。はい、そうです、そうです。